麻薬取締法違反の罪に問われきのう起訴・保釈された女優の沢尻エリ香被告が更生に専念するため裁判が終わるまで入院を続ける方針であることが分かりました沢尻エリ香被告は東京目黒区の自宅で MDMA のカプセル2条や LSD を含む紙片と液体を所持していた罪できのう起訴されました。 沢尻被告は保釈された後、都内の病院に入りましたが、公正に宣念するため、裁判が終わるまでは入院を続ける予定です。沢尻被告は、今後、違法薬物と決して関わりを持つことのないよう、人間関係を含めたつながりを一切断つことを固く決意し、専門家の指導も受けて立ち直ることをお約束します、などとするコメントを発表しています。